はい、こんにちは、キリです。ヤクラ行きまーす。寒い寒い。もう早速雑談なんですけど、僕、辛い食べ物が好きと言いますか、味濃いのが好きでね、まあ、特にね、辛いものが好きなんですけど、なんか結構辛さに、ね、満足できないことがよくあって、なんか近所のスーパーにね、まあ、売ってあった、まあ、ずっとその存在はね、長らく知ってたんですけど、ハバネロ入りは激辛スパイスっていうね、まあ、辛そうなスパイスが売ってて、まあ、ずっと気になってはいたんですけど、まあ、なんかパッケージがね、可愛くてね、なんかあんまり信頼してなかった。本当に辛いんかなと思ってたから、結構、試さずにいたんですけど、なんで副菜来るのこっちから。試してみたところね、何がどうかもんな、あんた。ちゃんと辛くて、でもどんな食べ物にも合う辛さで、とりあえず、なんかかけたら、辛くできたんで、もう大満足でしたね。皆さんも試してみてください。とりあえず辛くなります。一応ビーコン壊しちゃおうかと思ったらビーコンごと持っていっちゃったわ。帰ったね。さあ相手ハイプレー終わりで、あそこジャンプか、そこ詰めてほしいな。あい、いや今なんか爆風かなんかで動かされたせいでもったいねなんか爆風で動かされるよね、スプラトゥーンって。よくわかんないけど、おお、よく吸盤踏まなかったな。うげー、さっきからいろんなものを踏んでいたい。ナイス。これやってくれる、やってくれないか。うわー、もったいねー。ちょっとまっすぐ詰めすぎたかな。まあ僕のポジションが良くなかったですね。めっちゃシャカシャカしてるけど、その間に死んでるけど。大丈夫か。これ狙われてる僕。超狙われてんじゃん。また爆風で動かされてるよ。なんか集中できてないな、今の。今のも当たるところで、なぜ僕は足を抜いてたんだ。あいつ。ちなみに僕が一番好きな食べ物は、牛乳ですが、2番目に好きな食べ物はわさびです。わさびも好きだし、タバスコも好きです。からしも好きです。どんな料理も辛けりゃ大抵食えるからな。なんか料理って美味しいかまずいかに二分されるかと思いきや、辛いと辛いの感情しかないからさ、なんかまずいにならないから失敗がない。辛いとうまい、まずいじゃなくても辛いになっちゃうから、とりあえず辛ければまずいにはならない。
皆さんはちゃんとしたもの食べましょうね。はい、ということで1本目はまあ勝てました。ではもう2戦目いきます。はい、2戦目いきます。さっきの試合ちょっと扇風機つけててもしかしたらうるさかったかもしれません。いや、こんな季節になんで扇風機って、なんか風当てたら洗濯物早く変わるかなと思って風当ててました。すいません、うるさかったらすいませんでした。さあこっちミサイル2枚だね。今僕全然敵位置把握できてない。当たってないのかな。ナイスカバーだけど、ヤグラがね突破されちゃうよね。されちゃったね。今のはまあハンチャーになるだろうなと思ってたんですけど、ダメ入ってたから当てたら死ぬなと思ったんで投げました。打ちました。ハイプレそこで使うの贅沢だな。あ、一人持っていくのか。まあ持っていくなら十分価値があるハイプレだったね。そして僕だけこの辺で時間稼げるだけ稼ぎたい。危ない、あっべ、ミサイル強え。雨無駄ばっかな、もったいねえ。ことしゃあと本当に手が冷たくて動かん。なんかゲーミンググローブみたいなの作ってほしいわ。冬場のウォームグローブ。なんとかハンチャの力で。あの子大丈夫かな。どこどこどこ、あそこか。ハンチャも大切ですね、こう思うと。そしてインクがない。ハンチャを狙っているのか、インクがなくてハンチャになり続けているのか。OK です。いや、ほんと手が寒い。辛いもの食べても指先まで血いかないわ。なんか喉があったかくなるだけだ。はい、じゃあ次の試合いきまーす。はい、でニューノートルいきまーす。さあ、相手駐車艇以上の長さの武器多いなと思いきや、あれホットだわ。というかブラスタークソ多いな。ブラスターシンプルに強いからね。あのチャージャー狙いに行っていいな。モアモアだと誰だ。モアモアって足場塗ってあげよう。足場を奪ってあげよう。もういいや、行こう行こう。なにこれ、チクショ。さあチャージキープで狙ってくるでしょう。まあ僕は抜かれなかったらあと雨で相手下がるんで、このタイミングから抜きに行く必要はない。 OK です。みんな足場塗ってあげるか。
まあまあ、うわ突破できてねえのか、くそー、突破するまで乗ると思ったというか死ぬまで乗るつもりだったけど、もう突破できてないよ、うぜえ。ナイスキル、ナイス、ライン上げたいよ。まあホット多分ゾンビだからすぐ復帰するけど、抜かないでね。オッケー、足場奪ってたらこぼれ死んでくれました。これ誰かヤグラ持ってこれないのか、持っていってくれない、あの人は。いや持ってくる気なかったわ、もったいねー。ここだけが、いやもったいないね今のシーン。あ、相手にチャーに位置バレてるから、チャージキープで体出しながら位置バレても大丈夫なところで狙っていきます。左に塗っとくか。は？うわびっくりしたー、今のマジでびっくりした。いやロングきついよな。あ惜しい、チャーに構ってる暇はない。あ、僕狙ってくれならいいや、ヤグラ乗られなければ OK です。塩のジャンプ大丈夫かな。ナイスナイス、危ない危ない、ちょっと一回インク回復に使わせてもらいます。ナイスナイス、裏もやってくれたね、よかったよかった。味方にさバリアブルローラーいるの初めて気づいたわ。ナイスナイス、すぐインクなくなるこの武器。ごめん、まあ終わりましたね。 OK でーす。ということでブラスターばっかりの部屋でしたけど勝つことができました。じゃあ次の人いきます。ニューオートロいいな、やりやすいわ。おいー、お、またニューオートロですね。もう一個のステージどこだ。左辺性はバランスが取れてていい感じ、相手もバランスが実に取れてていい感じだ。さあ初動はいつも通りこの辺から、またチャージャーあっちか。ほんとニューオートロ車線通りやすくていいな、まあ、何も当ててないけどさ、今弾打ったところ全部届くからね。今のね、僕は下手だったね。やれたけどさ、その1個前が下手だったな。これライン上げたいな、人数有利だから。うまっ！今、空中でバッサバッサ。うまかったな。まあ、クリアリングちゃんとしてから出ましょうってことでしたね。もったいなかった。おー。え？当たってない。食？関門突破されたくないよ。いる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 。僕は乗るけど。
またラプソディじゃん、さっきのやつじゃん。初動だって同じところいたもんね。オクタ？オクタかな。今めっちゃ進められる、今めっちゃ進められる。動いてないけど。ナイス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 。届かん届かん。届いたわ。まあまあいいや。インク状況はあんまり良くなかったからあれが最良だと僕は判断して、やるより乗るを優先しましたね。全然当たらん。いや、何の当たり判定よ。ラプソディなんかギリギリ通すな。当たってるようには見えないけど。いやー、きつい。いや、勝てない相手じゃないと思うんだけどな。手が出せてない。うわー、キャラコンも終わってる。ということで、最後ひどかったな。全然思い通り動けなかった。まあ、最後噛み合いませんでしたね。はい、じゃあ今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。